ということでですね、今回は猫間高校のコンビが登場していただきました。はい、ありがとうございます。お願いします。はい。ちなみに、カイト君は、お二人とはどの程度面識が？ほぼない。ほぼない。いやいやいや、去年のね、あの、アニメフェスタで、この4人は。僕は、初めてカジさんにお会いしたのは、僕、モブの時にカジさんが主演の、アニメに入った時かなって感じですね。あんまりね、がっつり一緒になったことが、実はなくて、で、それこそその、イベントの時に、楽屋で結構喋って、仲良くなったかなっていう感じで。じゃあ、あのイベントがあって結構仲が深まったっていう感じだったんですね。そうだね。それはいいことです。あのイベントのおかげさまで、ちょっとカジさんに心開くことができて、嬉しかったです。どうした？その後、キレ気味に連絡先を聞かれるっていう。教えてください！もう、じゃあ教えてもらっていいですか？なんで怒ってんの？いや、結構そういう、心一回開いたら、コミュニケーション取りたがるんですよ。若いので。いやいやいや、ありがたい。石井くんとも、僕はあの、ね、それこそアニメのその、OVA の収録以来イベントだけだったので、そうなんです。きっかけですか、じゃあきっかけ、本当に皆さんとは配給がきっかけで初めて多分お会いしたと思うので、確かに配給きっかけだ。僕もそうですよね。ですよね。でもなんかイベントをやった感じすごいいいバランスというか楽しい感じで、すげえアットホーム感ありましたね。ちょっと僕だけ年齢が上気味でしたけども、そんなことないです。僕ら結構近いですよ。そうですか。そうですよ。僕だってもう今26歳ですよ。そうですか？そうなんで疑問系ですか？いいですかね。先輩？今年？今年27になりますよ。7の。そうですよ。だいぶ。そうか。そうなんですよ。そのね、そのね、今こう、ちょっと、ななんかスタッフさんと、不思議なアイコンタクトあります。いやいやいや。その2、3が大きい気もしますけども。本当ですか？ 2、3歳は確かに。あれ、マークさんは？僕は今23です。ああ、僕。カイト君は？ 21 でーす！その、なんだろう、イラッとする感じは何なの？若さか。若者でーす。いやー、すごい、なんか、すごい、なんだ、しっかりしてるっていうか、昔からいる人みたいなね。生意気だからかな？どっしりしてるよ。ちょっと、やっぱり、なんだろう、教育的に目上の人に対する接し方がよく分かってないっていうのが、ゆとりで育っちゃったの？世間の怖さが分かってないんです。本当に、自分で言うところすごい。ちょっとね、自分かわいそうだななんて思いつつも、まあ、そんな自分が大好きっていう。思ってたより君すごいね。ぐいぐい来るんですよ。めっちゃ面白い。